伝説の18決戦から8日で30周年を迎えた。1994年10月8日、巨人は中日との史上初の同率首位決戦となったリーグ最終戦に6対3で勝利してセリーグを制覇。国民的行事と位置づけて臨んだ長嶋茂雄監督、現巨人軍終身名誉監督、88、打5度、中を待った。アアアスタリスススススタタタリリリククク。 プレーオフで優勝を決定したシーズンを除き、勝てば V 決定という最終戦に挑戦したチームは、V は優勝、以下の通り。1952年波 0V、62年阪神丸 V、63年西鉄丸 V、66年波黒丸 V、73年阪神黒丸、巨人丸 V、76年巨人丸 V、82年中日丸 V。 88年近鉄三角94年巨人丸 V 中日黒丸2014年ソフトバンク丸 V22 年ソフトバンク黒丸22年のソフトバンクまで延べ13チームこのうち直接対戦で勝った方が優勝は73年の阪神巨人戦甲子園94年の中日巨人戦名古屋と2度だけ。